で見ると分かりやすいんですけど、実際に1枚1枚こうやって分かれてるようにしました。調べてて、なんか飛行機はなんか向かい角が10度ぐらいのところが一番飛ぶっていう風になってたので、胴体の部分をこっちが浅くこっちが太くみたいな感じでしたので、なんかだいたい10度ぐらいになってる。いや本当になんかこれ本当に江戸時代の人が考えたものなのかなっていう風に最初見た時にびっくりしたので、やはりなんかちゃんと観察がすごいで、なんかよく見てたのかなっていう風に思いました。今回の評価としては、その元々のこの一貫斎のアイデアをちゃんと受けた上で飛ばない理由を、まあ、考えるというよりは、まあ、感じながら調整をしていって飛ばす。鳥の羽が羽があるんだけど、羽がちゃんとどう見ても一枚一枚考慮されてるっていうのかな。単なる人工的なこの翼型ではなくて、こう小さな羽が重なって形を成しているようなところをちゃんとまあ意識していて、かつ飛ぶ一つ一つの局面が実はすごく意味があるっていうの、まあ、航空工学の専門家がの常識を超えているところに、飛ぶものの形っていうのが実はひょっとしたらあるんじゃないかなっていう、この、まあ、自制を込めて、もしかするともう少し自由な、空気との付き合い方があるんじゃないかなっていう気が、まあ、この課題を通して感じています。